何しようかな。目覚めて、時が来たのです。誰、私を呼んだあなたは。あなたは特別な存在。あなただけがこの世界を救えるのです。あなたはこのペンダントに救われ、そしてこの世界を救うもの。これを身につけたその時から、世界の希望があなたに託されます。待って、ねえ待ってたら。ただの夢でも、なんだかすごいリアルだったな。ご主人様、何なりとお申し付けください。え、何かあったの？どうしてみんな逃げ回ってるわけ？機械じゃなくてロボット？でも大きすぎだよね、どう見ても。何？何が起きてんの？どうなっちゃったの？どうして私これ持って。これ夢で見たペンダントじゃない。あれ夢なんじゃなかったの？運命の扉が今開きます。この声は。これはその違うって。急に
町を攻撃するのはやめてよね。何だったわけ？あいつら何者？どうして町を攻撃なんか？さっきのセイバー、君が乗っていたの？え、なんで？あなた誰？ひょっとしてあのロボットの仲間？私はアイビー。君を保護しに来たんだけど、どうやらその必要はなさそうね。でもここでは話しにくいわ。裏山までついてきてくれる？貴様ら羨ましいな。このダール様の手にかかって死ねるなんて本当にいいな。な、何？どうなってんの？あれあれ、一緒に殺されたい人たちが来たね。やってあげるよ。おいでおいで。地球連合軍のやつらか。それなら兵隊どもにあげちゃおう。ダール様がわざわざ手を下すことなんかないもんね。ゲッ。待ちなさいよ。今は深追いするべきではないわ。それより山へ移動して援軍と合流しましょう。何があったのか教えてくれてもいいよね。その前に、君どうやってその機体を手に入れたのか教えてくれる？どうやってって言われても私だってよくわかんないよ。いきなりロボットの群れに攻撃されて、このペンダントが光って、
我ながら言ってても嘘っぽい。ペンダントお願い、それ見せて。やっぱりクローンのペンダント、まさかあの伝説が現実になろうとしている。この揺れってひょっとしてまたあのロボット？そうね、ハデス帝国軍の再攻撃が始まったわ。あいつらハデス帝国軍っていうの？大変、もうすぐこっちに来ちゃう。今度は本格的な部隊のはず。さっきみたいに簡単にはいかないかもしれない。私に協力させて。もちろんお願い。切り裂け竜の爪、大ヒント、やはり切り裂け竜の爪。よかった。消えちゃった。どうなってんの？セイバーを実体化しているのは私たちの持つエンジェルエネルギー。必要がなくなれば実体化は解除されるわ。まだうじゃうじゃ来るよ。どうしよう。何？今何があったの？助かったわ。サマーサよ。これ以上好き勝手はさせないんだからね。すごい、銃の腕が神業レベル。ごめんごめん、ちょっと遅くなっちゃった。大丈夫だった？なんとかしたわ。予想外の手助けもあったしね。何それ、この人のこと？そう、信じられる？クローンのペンダントの所持者よ。クローンのペンダントってあの伝説の？あの話マジだったってこと？すっごいそれ。待ってよ、置いてかないで、ちゃんと説明して。嘘、アイビーまだ話してないの？私たちね、地球連合軍特務隊エンジェルホースの隊員なの。未来から来てるんだ。びっくりした？
んだかよくわかんないけど、飲み込めた頃すごくびっくりしそう。さっき暴れてたハデス帝国軍ってのは悪い奴らでね、クローンのペンダントを奪って、その力で宇宙の時間軸をボキボキ壊して、時空全体をめちゃめちゃにしようとしてるわけ。未来の世界ではクローンのペンダントの秘密を解けば全宇宙を支配する力を手にできると言われているわ。それが君が今身につけているそのペンダント、つまり君がその秘密を解く鍵だっていうこと。これそんな大変なものなの？困ったな、これからどうしよう。ハデス帝国軍は絶対しつこく攻撃してくるよ。そのペンダント奪われちゃったら、この場所の未来だって消えちゃうかも。お願い、私たちの母艦に来て。そしたらもっとゆっくりお話できるしさ。わかったよ、一緒に行く。よし、それじゃあ決まり。私は先に帰還してみんなを呼んでくるよ。アイビーと一緒に山頂まで登ってきてね。こちらサマンサ、指定地点に特務艦ラファエルを着艦願います。了解。待ってください、レーダーに反応。付近にハデス帝国軍対空砲を発見。指定地点は敵の射程圏内です。了解。ではこちらで対空砲を破壊します。ラファエルは連絡あるまで待機してください。そのお邪魔な大砲ってどこにあるんだろう。あそこから振動が伝わってくるよね。あの辺りに対空砲があるのかな。うん、それっぽい。行ってみよう。あったあった、対空砲。ハデス軍もうようよ。そう簡単に対空砲まで行かせるか。ここで負けて作戦終了。お疲れ様だ。
切り裂け竜の爪天が落ちない。結構軽く勝っちゃったよ。サマンサ、イシス様、敵軍が対空砲を破壊しました。報告で聞いていたほどではなさそうな相手だ。あいつら取り乱しやがって。これ以上手出しさせないから。なんだ、威勢はいいんだな。ではお前を先に黙らせてやろう。誰だ。地球連合軍ヘリオス小隊隊長トーリン。白銀の虎トーリンか。面倒なやつ。今回は見逃してやるが幸運と思え。サマーサ、怪我はない？へっちゃらちゃんの大丈夫。トーリン、どうしてここに？どうしてだと？予想通りお前たちだけでは混乱するばかりだったではないか。私を支援に起こしたのは艦長の先見の明と言わざるを得まい。我慢我慢。相変わらずすごい自信ね。アイビー、このトーリンっていう人もエンジェルフォースの隊員なの？そう、白銀の虎の意味を持つ接近戦の名人よ。人をムカつかせるのも名人クラスなんだけど。何をグズグズしている。ラファエルはもうついているぞ。わざわざ呼び出した者が遊んでいて乗り遅れたのでは目も当てられないだろうに。はいはい、今行きますよ。だ、全然遊んでなんかないのにな。もう、うんうん、
ご主人様、何なりとお申し付けください。ご主人様、何なりとお申し付けくだ、ご主人様、何なりと、ご主人様、何なりとお、ご主人様、何なり、ご主人様、何、ご主人様、何なりとお申し、ご主人様、何なりと、ご主人様、何なりと、戻りました。よく無事で戻ってくれたわね。それでそちらの方が報告にあった英雄さんかしら。はい、クローンペンダントの所有者です。はじめまして、私はこの特務艦ラファエルの艦長キャサリンよ。え、キャサリン、なんか艦長っていうイメージじゃないっていうかこの艦のクルーはみんな女性なの。白髪に帽子をかぶったヒゲのおじさんじゃなくてがっかりした。ところで
あなたの持っているペンダント見せてもらってもいいかしら。これですか？間違いないわね。確かに伝説に語られている通りだわ。伝説によれば、このペンダントの所有者はその強大な力を解放することも封印することもできるそうね。つまりあなたは地球連合軍を率いてハデス帝国軍を下し、何年も続いているこの戦いを終わらせることができる人っていうことになるわ。そんな無茶な、私超普通の人なのに。何を言ってるの？ただの素人が街中で鉢合わせしたハデス軍にいきなり勝てると思ってる？この戦いはそれほど甘くない。君は特別な人、そうとしか思えないわ。優秀な戦士にまず必要なことは、熟練の技術を持つことよりも鋼鉄の心を持つことよ。あなたにはもうそれがあるの。クローンペンダントの所有者として、あなたをセレネ小隊の隊長に任命します。特務隊エンジェルフォースを率い、ハデス帝国軍を撃退してちょうだい。そんないきなり。まあ、まずは制服に着替えて気持ちを落ち着けてごらんなさい。全人類を救うことができる自分をゆっくりイメージしていけばいいの。分かったよ、やってみるけど。それに館内を見て回るといいわ。ここでの生活がどんなものか分かれば安心できるはずよ。カミラ、隊長を案内してあげて。わかりました。隊長、こちらへどうぞ。この階は主に居住用として使われてるの。ここは隊長の部屋ね。隊長の重要な日常業務として各部屋の巡回というのがあるので、他の部屋も積極的に訪問して。よくわかった。次の場所へ進みましょう。ここはセイバーの格納庫ね。セイバーの出撃、帰還の時には必ずここを通るの。お前はあのクローンネックレスの。ハミラ、一般人をこんな場所へ入れるな。何か壊されるといけない。もう一般人じゃないんだって。ついさっきセレネ小隊の隊長に就任したんだから。小隊長？ふざけるな、私と同じ階級だなんて。トーリンも小隊長なの？それじゃあこれからいろいろ教えてもらわないとね。冗談じゃない。どこの馬の骨ともわからぬお前がこのヘリオス小隊隊長トーリンと対等に振る舞おうというのなら、その前に実力を見せるがいい。私を倒してみろ。そうすればお前を認めてやる。あの人はああいう人だからあまり気にしないようにね。悪気はないはずなんだけど。何もいきなりあんなこと言わなくてもいいのに。でもトーリンの言ったことは結構当たってるのかも。急に隊長になるなんて変だと思う方が普通だよね。挑戦を受けて力を証明しないといけないんじゃないかな。隊長、トーディン隊長はハデス帝国軍のさっきの敵よりずっと強いって分かってる？忠告ありがとうカミラ。でも私ますますやってみたくなってきた。あれ、うちのおニューの隊長なんであんなに慌ててんの？トーリン隊長が勝負したいって言ったから。ダメだよトーリンと決闘なんて。隊長マジでボッコボコのギッタギタにされちゃうよ。止めに行ってくる。待ちなさいサマンサ、私は新隊長の実力を信じるわ。それからトーリンの判断力もね。とにかくもう少し様子を見ましょう。艦長ったら、この状況面白がってない？
ついてこい。その勇気があるならな。トーリン、勝負！剣の前に散れ。我が剣の前に散れ。剣の前に散れ。水の刃。なんとかなったよ。どうやら思ったよりは骨があるようだな。そろそろ本気を出してみるか。どうした？これが隊長の実力か？戦場で味わう恐怖に比べればこの程度はまだ遊びだろ。ダメ、早すぎて捕まらない。まだ諦めないか。では本物の恐怖を味わってみるがいい。火を激凛弾。優秀な戦士にまず必要なことは、熟練の技術を持つことよりも鋼鉄の心を持つことよ。鋼鉄の心。消えた？どういうことだ？えっ？うわ！認めよう。お前の勝ちだ。お乳隊長が通りに勝つなんて、正直びっくり。でもあの時、まともに奥義を受けてたら勝ち目はなかったよ。そうかもしれないけど、勝負を決めたのは隊長の闘志と機転だわ。小隊を率いるには大切な素質ね。トーリン、あなた全力を出さなかったわね。私はあいつが隊長としての根性を持ち合わせているかどうかを見たかっただけだ。あの分ならセレネ小隊あたりなら案外ハマるかもしれないな。うんうん。隊長、ハデス帝国軍らしき機影を発見。隊長、訓練のチャンスが来たようね。現地へ向かい、ハデス帝国軍の目的を調査してきて。了解、直ちに向かいます。
いきなり任務なんかもらっちゃった。いいのかな。通信士が言ってたのってこの辺りだよね。ハデス軍の気配はないけど。これのことかな。隊長、ハデス帝国軍の機影接近中。迎撃の準備を願います。了解。お前がこの私を止めようというのか。笑わせるな。やってやる。必ず返してやる。はあ、なんとか撃退できた。でもこの子は誰？ひどい怪我してる。このままじゃ危ないよ。とりあえず包帯で止血したから、あとは私のシャツを着せてあげよう。よかった、目が覚めた。あなた誰？どうしてこんなところで倒れてたの？なぜ？ここ、どこ？いた。あ、無理することないわ。まだ頭がぼんやりしてるのね。でも、そろそろ日が沈みそうだわ。これからどうする？一緒にラファエルに帰ろうよ。大丈夫、みんな優しくしてくれるって。いい？悪いわけないでしょ。困った時はお互い様。でも、なんて呼べばいいかな。そういえば、さっきルルって言ってたよね。
ルルって呼んでもいい？ルル？うん。課長、ただいま戻りました。なんとか無事に戻れたようね。それで、その子は？ハデス帝国軍のロボットのそばに倒れてたんです。怪我をしていて、記憶がないみたいなので連れてきました。それはロボットじゃなくてエッジというのよ。あなた本当に何も思い出せないの？お名前は？お母さんやお父さんのことは？ママ、パパ、思い出そうとすると頭痛がするみたい。無理しないで少しずつ思い出した方がいいんじゃないかな。だから名前はルルって決めちゃった。カミュラ、この子の傷はどう？いくらか外傷はありますけど、どれも軽いみたいですね。記憶障害はショックのせいだと思います。ただいえ、思い違いかも。また後で少し調べてからお話しします。ねえねえ、どうしてルルって名前にしたの？片思いの相手とか？違うってば。ちょっと思いつきでつけただけで。でもいい名前でしょ？でももっと可愛い名前もありそうじゃない？例えばコロとか。ワンちゃん？鋭い。確かにコロじゃ犬っぽいよね。それじゃあモーちゃん？あ、ゴロちゃん。それとかギョギョちゃん？何の名前の話だか忘れてない？ルル好き。はい、ルルに決定。いいわね、サマンさん。それに隊長、ルルはあなたのことが随分好きみたいね。なるべくそばにいてあげれば記憶の回復に役立つかもしれないわ。ルル。この子どうしてエッジのそばなんかに倒れていたのかしら。そこだけがどうしても気にかかるわ。ルル、どうしたの？頭痛。何かあったのかしら。艦長へ報告。ハデス帝国軍から攻撃を受けています。隊長、直ちにエンジェルフォースを率いてハデス帝国軍を撃退して、ラファエルへのダメージを抑えるため速攻で決めるのよ。できるわね？了解、頑張ります。お前がこの私を止めようというのか？笑わせるな。
ここから見せてもらったわ。隊長、今からあなたをラファエルの戦闘指揮官に任命します。戦闘に関する意思決定のすべてをあなたに委ねるわ。戦闘指揮官？私ド素人なのにそんなことしちゃっていいの？確かに経験は少ないけれど特別な才能を感じるわ。これがクローンペンダントの力なのかもしれない。この職務を担当することがあなた自身を強くしていくのよ。わかりました。私頑張ります。わー、さすが隊長、またまた出世しちゃったみたいだね。こりゃ将来が楽しみだ。